マジカルミニボンバースタートです。イエーイ。そして最初から本当にグダグダで初めて行こうと思います。ちょっと楽しみに。まず最初のコーナー一応、あ、その前に、ちょっと私ね、何を予定したかっていうとね、聞いてくださいよ。前回、あたららしいジングル。あのですね、あたららしい人生、どうしてこの言葉が出てきたかというと、朝起きたら違う人になってましたっていう大喜利をいただいてですね、じゃあその人の人生を歩んでいけばいいじゃないか、新しい人生だよっていうのが始まり、らは入らないよ、新しいらは入らないんですけれども、それで考えたんですよ。あの新しい人生を送るにあたってですね、あの親父は嫌だなと思った、ね、でも親父になるのは嫌だけれども、そういう親父狩りに会うようなボコボコにされるようなうだつの上がらない親父は嫌なのね。あのほら臭くて親父は嫌なんだけど、ダンディーな親父だったらいいと思いません？ダンディーがいた、ダンディーな親父だったら、あのほらこう、あの何、土地も持って、金も持って、地位も持って、あカメラカメラ、あ、え、今何が起きてるの？今入場した方のために今カメラが切り替わっております。すごい。はい、ということでですね、ダンディーな親父、はい、こうあれですよ、あの井上様、お背中流しましょうか。はあ、おかみか、うん、ニューヨークでの会合が長引いてしばらく来れなかったよ、悪かったな。そうだ、お前にロサンゼルスのホテルの経営権を譲ろうかと思うがどうかな。まあ井上様ありがとうございますっていう、こうダンディーな親父に慣れたらいいなと思ったです。でも聞いてください、ダンディーな親父は頭がいいんです。うん、野田くん、彼とならビジネスができるなって言ってるかもしれないけれども、実際にあの親父と同じ脳みそがないとダンディーな親父のビジネスができない。だからミューボンはミューボンはダンディーな親父になれないから、新しい人生は無理だなという、はい、結論に達したでございました。イエーイ。無理やりだな。ということで最初のコーナーです。ボン、ふつおたボン。わはい、というわけでですね、
つおた行きたいとまた残り55分とまた言いそうなテロップテロにあってひどいよね。皆さんあのミューボンはあの何でも読むと思ってじゃん、キス禁止、テロップテロ禁止、あの皆さんから出されたものみんな探してるしキス禁止したいけど禁止、はいはいはい、というわけで普通歌を読んでいきたいと思います。あれこれ誰だろう、どこだろう、あデモクラシーさん今日いらっしゃらないだ、デモクラシーさんから、あれいらっしゃらないですよね今日ね、あなんか遠隔からメールいただきます、遠隔なんだ、何遠方、あ何言ってんだまあいいや、語彙がなくてすみません。はい、みーぼんさんこんばんは、質問です。普通歌のコーナーに送るネタがびっくりするほど思いつきません、どうすれば許してもらえるでしょうか。なんてひねりのないはい、お悩み本、みーぼんが素敵すぎて困っています、どうしたらいいですかってブヒまあ、まあいいや、東大デモブヒありがとうございます、東大デモクラシさん、ミューボン様にひれ伏しなさいはい、続きまして、マジカルミューボンも普通歌のコーナー投稿です。ミューボンこんばんは、こんばんは、マジカルミューボンはいつも見ていますってスタジオ内でですが、過去は、はい、またこうやらせ集合してるところでこれ、サバヌコさんでした、すいません、どうもどうも、あ、いた、ありがとうございますところで最近だいぶ涼しくなってきましたよね。秋といえば食欲の秋とか読書の秋とか言いますが、ミューボンは秋といえば何の秋ですか。はい、ブタクサの秋あ、わかりますか、ブタクサ花粉でさっきからブヒブヒって鼻かんで、ちょっと今日はいい写真が撮れないんじゃないかということで全然撮ってないっぽいです、なのでブログにアップすることはできないやもしれません。はい、そうなんです、秋といえば花粉症で、さっき聞いてくださいよ、ヘクシャドラマってくしゃみをしまして、あ、しまった、ここに来ちゃったいいぞ、もっとやれ、ありがとうございます、あの通常ミーボン人前ではイシュッてやるくしゃみをしてます、バカすいませんありがとうございますはい、フィクションこの後やってしまい、ついに本性を表してしまいましたが、まあいつかあの仲良くなったらフィクションこの後やりますので、その時はあの北親密度アップアップと思ってください。はい、なんだと今なんか聞こえた、テロップでお願いします。はい、ミューボンの好きな秋の味覚も教えてくださいます、よろしくですなんですけれども、あのミューボンはあの秋限定のお菓子とかあるじゃないですか、それで思ったよりさつまいもが好きじゃないことが分かってきましたね。ちょっとこの間さつまいものチョコレートのお菓子を食べたんですけれども、かぼちゃはあの好きですが、さつまいもは微妙な気がしてきました。昔は好きだったんですが、ん？何？差し入れにさつまいもはやめろとアンに言ってるんだろうという声が聞こえてきます。その通りでございますツッコミありがとう。はい、ということでですね、マジカルミューボンバいつも見ています、スタジオで笑い、この間コンピアルバムで出た東方ボーカルの自由気ままに歩いていけばいいって曲、16ビートでノリがいいですね、ボーカルのカセネもいい味出してますね、ありがとうございます、桜集がしますがサバネコさんありがとうございます。あ、普通歌、あ、レイブンさんからいただきました笑いが先日電車で隣に座っていた女性がラッシュ時の狭い車内で足を組んで座っており、私の
側に向けて足を出していました。どうやら女性は高めのヒールらしき靴を履いていたらしく、電車が揺れるたびにヒールが当たって痛かったのです。さすがに痛いんでやめてくれませんかと言ったのですが、はあ何言ってんのこいつな顔でしぶしぶ足を下ろしました。いろいろと言いたいことはあるのですが、ヒールってそんなに何かにぶつけても気づかないものなんでしょうか。やろうなものでヒール履かないので皆目見当がつきません。ミーボンはどう思いますか。はい、踏まれたいだよねだと思います。これ彼女はですね、はぁ、は、何言ってんのこいつ、お礼を言うんでしょと思ってるんじゃないでしょうかね。ごめんなさい、履けばわかるのでは。あ、履いてみてくださいヒールはでもわかると思うんですけれども、ブーツ、厚底のブーツになっちゃうと割と踏んづけても気がつかなかったりとかがひどいですね、本当にね、何度も踏んでも、でも踏まれたら俺をあとは、先日友人が誕生日を迎えました。こういう時贈り物のセンスがない自分はいつも悩みます。そして悩んだ挙句に微妙なものを買って微妙な反応をされます。ならいっそのこと欲しいものを聞いちゃうということも考えたのですが、ベストな方法が分かりません。みゆぼもこういう経験ってありませんか。夢展望、現金、あ、ありがとうございますネタに走れネタに走るの難しい。ちょっと正直に言ってしまうと、ミューボンはですね、何が欲しいかやっぱり聞いちゃいますね。はい、そしてミューボン的には何が欲しいか聞いてよ、ね、聞いてください、聞いてください、夢展望が OK そんな感じですかね。金、あ、そうです、あ、すいません、金ですで、私真面目に何がいいですかねって相談された時に、なんかお世話になってる声優さんにプレゼントしたいんですが何がいいですかって言われて、え、お世話になってる声優って私じゃなくてとか思って、とりあえずでも真面目に、真面目にですよ、超真面目に図書券かクオカードにすればって答えたんですよ。でお世話になってる声優さんって私のことだったみたいでしただから人にあげたらクオカードと思ったけど、実は自分が欲しかったような気がまあ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 ということで、あの高島屋の商品券が昔は一番換金率が良かったんだけど、高島屋って今ないんじゃなかったっけ。あるんですよあるんだあ、言っちゃいけないかな、放送事故元へ自爆テロ多発注意、すいませんありがとうございます、頑張るぞ。最近よくお弁当を作ります。弁当男子というやつです。ミューボンのグッズ買ったり、イベント行くためには先出すものが必要になることもあります、すいません。なので省けるところを省くべく、まずは仕事の時になるべくお弁当でお昼を取るようになります。素晴らしい、お金は安く上がるし、作るほど慣れて美味しいものを食べるし、お、その日の気分で好きなものを食べられるのでお得です。ミューボンはお弁当とか作ったりはしますか。そろそろ次のコーナー、ちょっとミューボンテロップテロにね、すぐ捕まりそう、わらわらわらテロップテロ、すごいですね、お弁当作る男子、お弁当作って素晴らしいと思います。ミューボンは最近まともな飯を食ってねーすはい、なんかお家夜中に帰ってカップ麺を食べたりしてます。そうすると何ですか、揚げ男が最後の、あ、揚げ男でこうミューボン、つまりゴチしろと、あ、そうだねそうとも、それもありますけれど、あの揚げ男で生誕祭、ひもじいのひもじいです揚げ男で生誕祭をやった時にむさぼり食ったこの辺参加してくださった証人がいるんですけど、うお、うまいっつってぐわー一人で食べてました。あれ美味しかったね。しかもこの写真がひどいひどいデータで残ってるということなんですけど、はい、そうなんです、あのあれじゃないですかね、あのお家帰った時にお風呂が炊いてあると嬉しいなとか、お夕飯ができてると嬉しいなとかって、そういう時にうわ俺結婚してーなって思うでしょ、そういう時思うでしょ、そういう時思うんでしょ、だから
得意料理はカレーです。あ、そうです、すいません、得意料理カレーです。本日も安定の羊と黒服関係ないから話とだからレトルト、あ、はい、レトルトだよね。ラグがあって面白いな。ですね、なわけだから、もしね、ほら、結婚するとしますよね。そしたら作って欲しくて結婚する男と結婚したら作らなきゃなんないじゃないですか。どうすんだよね、相手にも選ぶ権利がある。なのでお弁当は自分で作るようになっといた方がいいと思いますよ。だって結婚するでしょ、家帰ったらお風呂が炊いてあって夕飯できてるもんだと思うでしょ、それを期待して結婚するでしょ。そうすると絶対そうはいかないから。え、何力説してんのって。ならないでしょ、思い通りにならないです。それで奥さんにも仕事してほしいでしょ。ダメだね、みんな二次元の嫁しかいない。そうですね。はい、ということでうまくまとまりました。二次元の嫁しかいません。ということで、これマジボンじゃなかった、普通オタボンでした。イエーイ。なんか、相手にも選ぶ、ちょっと読みますね。相手にも選ぶ権利を金に換える、現金が無難だな。みんなよく分かってる。いや分かるけどそれっすか。遠出もさん、安定の観客のプロの方々、悪いおっさんっぽいけど、カメラダンディズム、あたららしい人生、ウィーボー、大王、あ、大王者もアミューさん、はい、というわけでそんな感じなんですけど、でね、ミーボーね、この安定を考えました。ですね、いっぱいここにテロップがあります。ミーボー探さなきゃいけません。で、コーナーとコーナーのつなぎ目にこうやって探してる姿を見せるのは何なので、これを持っててください。これをその間にミーボーがお茶を飲みます。で、カメラに寄せて、で、このカメラに寄せてる間にこうミーボーがこうお茶を、言ってる間に、マイクが下がったり上がったりなので、何？もう、ちょ、画伯ボン！もう、安定のグダグダ。ありがとうございます。自称画伯のミューボンがあなたの似顔絵描いちゃうよ。1枚300円、イエーイ。そしてこんな似顔絵描きますよ。あ、こっちですね。はい、こんな似顔絵描いちゃいますよということで、似顔絵を描いてほしい方描きます、いませんか。はい、いない。あ、いた。いなかったら番組が成り立ちません。どうしましょう。最近みんな描いてるから、じゃあ描いていいでしょうか、書いていいでしょうか。ぐだぐだ書きますよ。書きますよ。こっち、こっち書きますよ。ブヒブヒブヒヒブ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 ヒ、うひ、音楽が欲しい。切ない、切ない。ほほほほ、かわいそうな。お、なんかこの間 M3 ですごくうまく書けたんですよ。そんなことはない。ブヒ、今日の鼻歌は
花歌朝早く目覚めたらほら、はい、終わりましたお名前はムーさん、ムーさん、はい、できました、じゃーん、うまいうまいうまい、柴田先生より激にイケメソ誕生、イケメソ、どうぞ、読みそうになったカンペをあと40分だそうですさて、それでは続いての方、書いてほしいよという方いらっしゃいませんか？いない、みんな書いちゃったからかな、書いちゃったから、みんな書いてる、書いてる、じゃあしょうがないので大王様を書く、大王様を書きます、大王様の画像ください逆指名したら、あ、そっかあ、水落ちくんを書けと、あ、大王様来た、大王様、あ、ください、ください、ちょっと大王様書きますね、よいしょよいしょ、ほいしょ、ほいしょ、お、お、あ、消えた横、横、携帯の横にあるボタン、どこにもボタンがあったあ、こうか、ほいほいほい、ピコ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 、なんかうまく書けてるんじゃないでしょうか、よいしょ、あ、こんな感じですかね、うん、うん、うん、よく見えないこんな感じでいいですかね、手を挙げてみようか、よく消えるお、こんな感じじゃないの、お、大王様、大王者、しゃしゃま、大王様できました、あ、耳がない耳、耳どこにあるの、ここ、これ耳じゃない、これも耳かな、これ耳じゃないですかね、ここ、これ、これで耳ですかね、よっ、じゃーん やった、エクセレント、熊田先生ごめんなさい、なんでだあ、すごい、なんか、なんだっけ、 なんとか猫大王様です、どうぞオークションでやったなんか新しい人生ミューボン、あ、なんかちょっとどうよ、じゃあなんか相手にも選ぶ権利がある募金しようとして現金をですね、何これあい、ムーさん、あ、なんか書いてくださいよ、絵書いてっていう、はい、あ、水落ちくん、水落ちくんを書けと、ここに本物がある あのファンのプロなんです、皆さん水落ちくん、なんか落ちた、ジュース落ちましたがいいのかな水落ちくん収録しました、はい、水落ちくんの収録はいつもなんかフジテレビのスタジオでなぜかやるんですよ、それで先週ですね、あの後撮ってきましたよ、あれ目がでかすぎるそんなん書いたら仕事下ろされるぞって今言われた、眉毛もっと大きいのかな、よし、こんな感じでいいでしょうかね、水、鼻ね、ないみたいよこれ、水落ちくん
はい、ということで水落ちくんできました。ありがとうございました。はい、じゃあ、あの猫さんとあげます。ああ、いい、ありがとうございます。はい、やった、うん、これはありがとうございます。やったこれすごいんですよ。すごい落ちるんですよ。びっくりしちゃいますよじゃあこの辺りでビーボンのなんだこれ、次のコーナー、その前に、おーやればできるかなんだ。あ、コメントがないようなので次に画伯本でしたで、そうこうしてるうちに、この間、そうですね、それをやってる間に、あの音声を切ると多分みんな寂しいので、ここでみんなにジングルを入れてもらおうと思ったの。それで、その絵をオークションありがとうございます。で、ここでなんかをこう掛け声をみんなでやればいいと思ったんです、ミューボンは。で、いいことを考えました。ミューボンボンバイエですねで、ミューボンボンバイエってやってください。せーの、ミューボンボンバイエ。あ、本当にやってるこの間にミューボンは資料を探しますCM 入りますというわけで、続いてのコーナーはミューボンの奇跡ボーンどうよかったじゃん今のね。ね、今のよくない。ボインって何わかんないわかんないよ親父はい、ミューボンの奇跡ボーンはですね、あのミューボンが、出演させていただいた、楽曲などをご紹介させていただくのコーナーなんですが、前回、先々週ですね、どっか行ってしまいましたのであのキャリーオーバーでして、今日はこちらシスターマジックのドメスティック、まず脳内彼女さん、はい、こちらを皆さんに聞いていただきたいと思います。それでは、VTR どうぞ。やね、迫るのラドメスティック、きっと愛は届くはずでしょう。不明だもの着替えも魅惑にちゃん、道ならぬ恋で色咲かせてみせるを魔法の魅力で、幼なじみや巫女にメイド、一番たくさんいるけど兄と妹が一番大事、そうあなたのことを落とせるなら手段だって選ばない。恋の魔法使い、いけないこと叶えちゃう、ひらとひと振りほらねもっともっと抱きしめて、誘惑の果実赤い糸を繋げちゃえ、落ちるなら二人一緒、ずっとずっと白髪になるまでお兄ちゃん、ちょい遂げてみせます。シャララーンでしたシャララーン。じゃあもうこの曲について、説明をさせていただきますと、脳内彼女さんですね、大阪のメーカーさんですので、大阪でなんかみんながいろいろ書いてる音
大阪のメーカーさんですので大阪で収録をするですね。で、このうーシャランラランランはこれはね3度とってシャランラランランとかあとあの3度取りそれを2人ずつが歌ってるので6人のミューボンの声みたいな。で、あのすごくいっぱいコーラスを入れたいので作ってくださいと言ってこれを入れていただきました。それでわらわらわとかも、ミューボンが歌詞をですねこのコーラス部分だけ歌詞を作らせていただきましたよ。はい、何気に2年3年ぐらい前の曲これですかね。ドリパ楽しかったっす、ありがとうございます。リミックスバージョンが熱い、 ありがとうございます。ジャキーンと、そうなんですよ、あのラブバレの CD の方にも入ってますので、どこかで見つけたら買ってください。なぜならミューボンは在庫は扱っていない。はい、あのこオープニングの曲がラブバレのマジカワじゃないですか。これで初めてマジカワを聴きましたって方からご連絡いただきまして、で、あの流通でお仕事をしているお友達のつてを頼ってゲットしました。最後の1枚でしたとか。すごい、ありがとうございますね。なくなっちゃったらもうなくなっちゃいますからね。そしたら再販は多分ないと思うよね。そしたらすごく売れちゃったらまた別のアルバムとかに入るとかなりますかね。なったらあまた買ってくださいますかね、なりますかね、コミケ買えますかね。ええ手売りもし GWEB さんよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いしますって感じですかね。はい、ということでミューボンの奇跡ボンでした。はい、でまたこうミューボンボンバイ。あ、ちょっと待ってください、その前にこれコメントを、コメントが、あ、僕ですね、神曲今回こそ来たボンバイへ、はい、ありがとうございます。ということで、奇跡ボン終了、そしてまたボンバイへですかね。はい、奇跡でした、イエーイ、また、はい、せーの。はい、続いてのコーナーです。何で読むんだっけ、ご歌詞ボーン。あれ、なんでこんなこと思いついたんだっけ。思い出しました、あのですね、この間ですね、ドリパーのためにトーク CD を作ったですね。で、そのトーク CD は皆さんからの質問をバン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 読み上げていくのが一番あの楽しいし、こっちも頭つかなくていいし、需要もあるし、喜ばれるし、あのまさにこれ誰も傷つかない、誰も傷つかない、誰も傷つかない、ありがとう、誰も傷つかないじゃないですか。それで募集をいっぱいいただき、募集じゃないや、書いていただきます、質問をいただきまして、その質問の中にびっくりしたことは何ですかって言われまして、最近びっくりしたことなんだろうと思ったら、一つすごくびっくりしたことがありました。何かというとですね、先月25日に萌えプリン地下アイドルプロじゃなかった、はい、アイドルプロジェクトというのがありまして、そちらで受けてる受けてる、そちらで、お茶会というのをやったんです。 CG を買ってくださった方で、あの抽選で地下、もううるさいよもう地下平常運転すいません、ありがとうございます。はい、それでお茶会をやりまして、お茶
会の時に私物を持ってきてくださいって言われたんですよ。私物をプレゼントって なんかよく分かんなかったので自分の CD を持って行ったんですけれども、あの CD 皆さんミーボの CD は持っていらっしゃるし、で他の出演者さんが持ってきたものはいわゆる廃品だったんですということは自分が持ってるものにサインを書けば許されると思ってるだろうしこれはひどいひどいと思ったんだけど、なるほどなそして後歌詞賜りますは私が、グミンド、グミンじゃなかった、ね、民のものにミューボンから歌詞です。グモン今日グミンかということで、あのミューボンからこう皆さんにプレゼントを、じゃーん、え、大丈夫かな、え、はてな、はてな、それはまずいんだよな、ダメ、一番厳しいと思う、じゃあ今のこれ CV ミーボン違うんですけどあ、これはまずいのか、これは何モザイクが入るんですか、すいません、今後ミーボンがうちにあるいらないものを持ってきて何も起きなかったサインさえ入れればなんとかなると思ってるので、この古びたテープが つながるはまずいよね、サインならいい、サインサインでも多分サインをミューボンが書いてしまったら今日も平和だ、でも最後書いてしまったらもっと価値が落ちてしまうかもしれないと思うんですけど、これを、後ほど差し上げようかなと思いますので、デッキもセット、これ VHS なんですけど皆さん見られますか見れない、見られない、いらないものはダメ、プレゼントなら丸、あ、プレゼントというわけで5歌詞と読みます、5歌詞バーンでした、コメントをちらりと、廃品グリーン地下マネージ寝落ち、何これ僕ですね、はい、やばい、なんかいっぱいミーボンは敵を作ってしまった気がしますが、もう次回なかったらそういうことだったんだなとご理解くださいというわけで、お菓子のコーナーでした、ボーン、イエーイそしてまたミューボンボンバイが始まりせーの、イエーイということで続いてのコーナーは大喜利ボーン、イエーイノーギャラの皆さんありがとうございますすいません、なんかもう立ってるものなら何でも使え的な、動くものなら、この番組は筋書きのないドラマ、本当だよね、人生と同じだよね大喜利ボンいただきました、大喜利が結構少ないんですよ、かずきさんありがとうございます。10月といえば神奈月、神奈月でアイウェオ作文をお願いします。作文、あ、これって普通にか
か書いていけばいいんですよね。ね、ちょっとじゃあかんな好きでこれかうんーなーずきうんかんな好きね。あれカメラがこっちにねかんな好き、じゃあいきますよ。かかみだのみ、え、何なのみかみだのみじゃめなって何じゃめなって何痛いどっかの町の名前、うん、なことせずに、なんだってずっとつづければきっと長寿はっばっまあいいかずっとイエーイこれうまいんじゃないの。ではかずきさんにどうぞ差し上げます。どうぞどうぞイエーイあなんかやっとまともなやっとまともな流れに、ちょっと今この全般の様子を見てもしかして今回打ち切りじゃないかという気がするなんとかなりそうな気もしてきませんが、え10月といえばハロウィン。21世紀になってトリックオアトリートに変わる新しい言葉が生まれました。その言葉とはトリックオアトリートで、マイマキニャンはパイオツテロップテロキンス親父め今日も平和だ、ありがとうございますなんちょっと怖いな、見てみよう見すったミュボンボンバイエー、ありがとうございます。あ、平和だ、こっちは平和だった怖いよ。え、なに、トリックオアトリート、お仕置きオアトリート、あんな感じですかね。カメカメ、カネカメ、おし、カネカメ、これはあの金を、え違うよ違うよ、あのトリートしないとトリックするぞじゃないですか。だからトリートしないとお仕置きしちゃうぞですよね。難しいね、なんか誰か考えてはい、なんかどうも大喜利はお仕置きストリートって何よ元ネタもわからないというわけで、大喜利ないのでもしかするとここで末期で、はい、大喜利バンでした大喜利なくなっちゃうんじゃないの。同情するなら金をくれで OK というわけで、はい、またミューボンボンバイが始まりますではどうぞイエーイ、はい、続いて何この手作り感いいね萌えボン来ました、萌えボン、萌えボン来たんですけれども、いつもの方からしか来てませんなのでお名前は伏せさせて
でもよかった、まともなのが来た。じゃあちょっと行きますね、セリフです。うんにゃかパパ、にゃんパパ、うんにゃかうんにゃか、にゃむにゃむにゃにゃんパー、にゃむ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 てかのー。あれ、みんな知らないの？はい。うにゃ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 うってかのー。あれ、はい。みんな DVD8 巻買ってください。はい、よろしくお願いします。続いてほらほら、口の周り汚れてるよ。もうしょうがないな。は？私の顔にもなんかついてる？目？鼻？口？もう、あっかんべー。え？知らない？知ってますね。知ってますね。皆さんありがとうございます。はい、本物です。はぁはぁ、ありがとうございます。セリフください。なんかリリちゃんはお肉。はい、こんな感じですかね。じゃあちょっとセリフ来てるか見てみますね。多分来てないと思う。来てません。というわけで、もう巻きも何もないけれども、ボヘボン終了です。イエーイ。スムーズです。せーの。大丈夫かな。イエーイ。お悩み解決ボーン。あ、なんか入った雷じゃなかった、爆弾の音が入ったんですけど、聞いてくださいよ。お悩み解決もですね、ない。誤爆。ですね、お悩み解決は、はい、いただきました。これもいつもの方なんです。お名前割愛させていただきます。最近眠りが浅いのか、睡眠をとっても疲れが抜けきらないことがあります。そんな時のミューボンの疲労回復法をご教授ください。睡眠寝るしかないですよね。どうしますかね。ホットミルク、ホットミルクにココアを入れましょうか、とかですかね。パンダッシュって何？温泉はね、実はミューボン温泉は行かない。ごめんなさい。死ぬんですか？疲れがテロップテロで38度C、温泉が38度 C だというクレセントを聞く。あ、なるほどね。ボンちゃんの膝枕。この親父が疲労回復法どうしたらいいんだろう。ミューボンの時もう寝るしかないよね。そう、温泉なんで嫌いかっていうと、人前で服を脱ぎたくないからって。わかります？どうなの、男の人どうなの、平気なのね、みんなでさ、お風呂入るときに。きつい？体育会系は平気なんですよね。水着でええやんって、ねえ、水着でええやんね。嫌じゃ、ねえ、嫌じゃないですか、裸見られるのって嫌じゃないですかね。嫌じゃないですか。あ、そう。
はい、続いてのつくみすでごバカタレがはい、続いてマジボンのテロップテロが激しくて全てのコーナーが放送できません。どうしたらいいでしょうかマジレスしてしまうと、さっきのあれですか、さっきのはカット的なさっき安定のマッチポンプ、マッチポンプカット的な、あ、モザイク的な、 OK 的な、本当ですか、もう売ってないからかな会場で止めればそんなことができるわけがないんですよ。ついつい出てくるカンペも読んじゃうんであとね15分とか読んじゃうんでね、え、あと10分読んじゃいました。テロプテロね、激しくてどうしたものですかね。はい、じゃあちょっと真面目にお答えしちゃいますね。お悩み相談ボン。職場に話し方がイラッとする人がいます。気にしないようにするとかえって気になってしまいます。どうすればいいでしょうか。もう真面目に答えてしまいますね。職場でしょ、しょうがないですねもうここが嫌だと思って辞めても年収が半分になります。うん、なりますよね、転職してもね。そうでしょ、ね、今よりいい職場無理でしょ今このご時世だよね。そんな切実な、上を向いて走り出せ、ありがとうございます。だからね、もうあのね、世の中にはもっともっとたくさん辛いことがあるので、こんな話し方が猫かぶってニャーニャー、何それ、大人になればいい。そうなんです、頭下げるのただなんで、本当に辛いこといっぱいあるんで、こんなイライラ、そうそう、あのね、あまりにも辛いことありすぎるとなんかスルーができるようになります麻痺してきちゃって、あ、はいはいってこうスルーができるようになって、これ若い頃、若いでもあのお姉ちゃん若いんだけどさ、若い、もうユーボお姫様ありがとうございます。若い頃熱くなっちゃってこう反論ねしちゃったりするじゃないですか。いやでも辛い時は番組来れば OK、 ここに来ればきっとこうミーボンと握手ミーボンにテロをしてストレスを解消するのもいいし、まあ、聞いてくださいよ、あの村上龍さんが言ってたあのプレゼントファミリーって雑誌があって、あれ結構趣味で読むんですけど、なぜか読むんですけど、学校の先生が嫌いで、その算数の先生が嫌いだから、もう算数が嫌いになるって子供がねいるじゃないですか。そういう時親は何て答えればいいかっていうと、そんな嫌いな先生のために、嫌いなあんなやつのために君の才能をここで潰してしまうのかって、そういうことなんですよね。先生が嫌いなんだったら算数嫌いになるんじゃなくて、もう見返してやりなさいよっていうのがありましたね。自分が子供の時にそういうこと言ってくれる大人がいなかったので、こんな大人になっちゃいました算数やってれば ね今頃ね、あはい、いや何そんなね、こんな大人になっちゃいましたが勉強になります、ありがとうございます。あとはそうですね、よくビジネス書オタクなので皆さんご存知だと思いますが、よく書いてあるのは、もうこいつのために自分の人生棒に振るなんて、そんなバカなことはやめろって、嫌いなやつのために自分を失うことこそ一番バカらしいことだからっていう、嫌いなら興味がない、はいはいはいだねということなので、今の職場で頑張りましょう。はい、あら、もうお悩み、ミューボンの算数教室は無理ですね算数ですでにテロ活動参加募集中、テロですストレス発散はい皆さん楽しいなわけなので、真面目にちゃんと話したぞ、よし、はい、続いては、最近昼間に眠くなる日が増えてきました。どうすれば昼間をすっきり過ごせるでしょう。これもちょっとお姉ちゃんが本当に年の子じゃない
真面目。もうやだ。もうあなたたちのせいで素直になっちゃう。夜に寝ろ。夜に寝ろ。あのね、マジレスしてしまいますと、昼間に職場で眠くて眠くてしょうがない。トイレに行って10分寝ます。頭すっきりです。本当だよね。だよね。正しいこと言ってるでしょ。真面目でしょ。イエーイ。ということで、お悩み解決ボーンでした。はい、ちょっとこっち読みます。切ない。温泉は貸し切り。あ、貸し切りだったらいいと思う。一人だったら、一人だったらありです。ほら、他の人がいてみんな裸なんで嫌じゃない。嫌じゃない、嫌じゃない。あ、そうか、温泉は貸し切りで睡眠薬もらおう。スーパーボンバイエタヘビミリボンボンバイ。はい、というわけでですね、これですか、どうしようかな。もう時間も時間でございますので、こっち行っちゃいます。お知らせボーン。はい、ミリボンブログ書いてます。じゃ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 ん。はい、ツイッター、そしてあのもっと激しい悩みはこちらに直接いただいても大丈夫ですよ。お姉さんがお答えします。はい、そしてこれ、ライライパラダイスもこちら発売中、夏祭り発売中。そしてミーボンツー、これすごいな、これ 3人でやってる。みんなノーギャラなのに。すごい、ノーギャラなのにっていう。はい、続いてこちらだ、リーディングシアターがあります。10月15日16日リーディングシアター、4回やりますね。1日2回これ全部出ます。そして続いては10月18日秋葉 TV、 おー、ここだ。はい。次回分予約完了な。あ、そうなんです。あのですね、予約をしていただいた方から早く入れるようにしていかないと、何分も前から雨の中とか並んでいただいて、それがすごく申し訳なかったので、予約今この番組終了からでいいのかな。え、もうしちゃってる、すでにしちゃってる、すごい。早っ。はい、予約をしてくださった方から先にお席につけるという形にして、行って、そんなあの徹夜で並ばなくても大丈夫なようにそんな人はいないけど、はい、徹夜禁止でという形なので、予約を、皆さんしてください。はい、そして、ドリームパーティー大阪、10月23日大阪に行きます。はい、そして10月30日はこれ M3 っぽいですっていうのはですね、実は M3、 あのいつもお世話になってるサークルさんが申し込んでなかった。それでどうしたかっていうと、ツイッターでなんとかならないかなって言ったら、あ、なんか3分の1スペースをお借りできることに。イエーイ。はい、ですので、おお、曲が始まってしまった。エンディングが、ということで、これはなんだっけ。やるやもん。はい、あと、そしてこれこれ、はい、あ、スタッフの猫さんです。ありがとうございます。猫さん、スタッフの方がいらっしゃいます。大阪でライブがあります。E3、 こちらに E3、 はい、出ますので、皆さんいらしてください。そして12月24日といえばクリスマス。クリスマスにお仕事入らない芸能人はちょっとやばいという。やったら、めでたく仕事入りました。12月24日土曜日お会いしましょう。というわけで、こんな感じで、はい、終わりにしていきたいと思います。次はですね、皆さんぜひ予約をしていらしてください。予約をしていなくても皆さん入れる地でござるですけど、あ、今日はね、大丈夫でしたね、スムーズに行きましたね。あ、そしてですね、皆さんには、え、なんだ、え、どうだったの、あ、そうだ、今日ご来場くださった方にはこちらの写真をこれプレゼントします。はい、はい、こちら、はい、はい、ですのでぜひ会場に遊びに来てください。
あとツーショット写真も撮るけど、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった、ツーショット写真も、あれさあ、というわけで皆さん、また、再来週お会いしましょう。そしてツイッター、皆さんからの、あれもあれじゃなかった書き込みもお待ちしてます。ありがとうございました。わざわい、展示で吹くもの。